はい、こんにちは。現在の時刻がね、13時45分で、こちらがね、JR 東日本の新宿駅の新南口のところです。後ろを向くところで高島屋があったりとか、NTT のタワーがあったりとか、まあまあこういうふうに、センチュリーサザンタワーとかあったりするんですけれども、こちら目の前がね、新宿駅の線路です。今日はね、これからね、バスに乗って長野まで行きます。この新南口のね、隣接しているバスタ新宿から14時15分発の、アルピコ交通の、高速バスに乗って長野まで行きます。新宿から長野のバスはね、このアルピコ交通と京王電鉄バスのね、共同運行便なんですけども、14時15分のバスはアルピコ交通が、運行しております。1、2のね、3列の、高速バスでとても快適そうなので、しかもね、新宿からね、長野までわずか3500円と、おそらくね、新幹線の半額以下で行けるんじゃないかなと、思っております。新幹線いくらなんだろう、ちょっと値段調べてないんでわからないんですけれども、今ね、出発30分前までなんですが、ちょっとまだ時間があるんでね、ちょっとこの辺りプラプラしてからね、バスで新宿入ろうと思います。では今日もよろしくお願いします。
下がってきた。はい、長野駅に到着しました。こちら全国地域地ですね、予定よりもね、35、6分かな、今18時35分なので、まあ、37分ですね、遅れて、長野駅に到着しました。まあね、途中ね、工事渋滞があったりとかね、あとまあこの時間ね、帰宅ラッシュ時なんでね、まあバスはしょうがないですね。新幹線で行くとね、1時間ちょっとでね、まあ東京から長野まで行くことができます。新宿からでもね、大宮から新幹線に乗ればね、2時間もかからずに、長野まで行くことができます。値段がね、7400円くらいなんですけれども、帰ってこのバスはね、4時間くらいかかりますが、料金が半額以下の3500円です。あのね、時間に余裕があってね、少しでもね、安く行きたい人にとってはね、とてもおすすめです。バスもね、3列シートでした。ね、便によっては4列シートもあるんですけども、それはね、時刻表に書いてるので、ね、お好きな方を選んでみるのもいいかもしれません。とてもね、値段も安くてね、快適で、途中のね、横川サービスエリアで休憩もできたりとかしてね、楽しかったです。今回の動画はここまでです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。